リックン TV ご覧の皆様いらっしゃいませ。伊藤一郎です。さて今日はですねスペシャルゲストにお越しいただいてます。藤本美希さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやすごい嬉しい。美希さんありがとうございます。こちらこそですよ。本当にありがとうございますよ。嬉しいです。ありがとうございます。あのきっかけというか、はい、あの美希 T さんのチャンネルで、うん、あの庄司さんとこうやって弾き語りっていうんですかね、はい、でうちらの曲歌ってくださってんのを、はい、あの嬉しい嬉しい。でコメント送ったらじゃあなんかチャンスあったら一緒になんか撮影しましょうみたいな、うん、はいはい、あのコメントが来た時はちょっと衝撃的でした、はい、あそうですか。コメントとか送ってくれて、なんかこうちょっと見てますみたいな雰囲気出してくれるんだと思ってこれはちょっとアホなふりして一回聞いてみようコラボとかしてくれるのかなっていうのがスタートです。いやもうとんでもないですよ。いや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 嬉しいです。我々って、はい、まあ、2000年前後ですかね。そのグループが一番音楽活動盛んなところって、はい、うんうん、でも僕はほぼねミキティさんも初めましてぐらい。そうですね、本当になんか大人数のそれこそ紅白とかそういうなんかスペシャルの M ステとかみたいなところで同じステージの上には立ってるかもしれないけどみたいな。そうですね、もちろん年齢もね持田さんも違いますし、ハロプロ自体こうマネージャーにすごい囲われて誰とも話ができる状況じゃなかったんですよね。あ、そんな感じですか。そんな感じでした、どうでした。でもそういう歌番組とかってこちらはほら、まあ、持田は別ですけど、うん、このバック2人別 な, なんか気持ちなんですね。持田さんとバック2人みたいな。だって僕なんかデビューしたのが29後半だから、例えば歌番組でご一緒になっても会社の人ぐらいの年齢なわけじゃないですか。まあそうですよね、ええ、しっかりした大人ですよね。なんか、うんうん、おっさんいるなみたいないやいやいや。で、あの当時はやっぱり、うん、モームスさんとか見ると、はい、もう毎日修学旅行見てるのかなとか勝手に思ってたんですけど賑やかですからね、うん、だからなかなか歌番組ご一緒してもお話しする機会っていうのはほとんどないですよね。そうですね、なんか入れ違いで出番があって、うん、そうですね、だからもう本当に私も歌番でテレビで見てるっていう感じでした、はい、あートークとかは特に、ね、うん、どうだったんですか。いつからああいう感じになったんですか、はい、ああいう感じ、あ、はい、何がきっかけで。歌番に関しては、はい、やっぱ中居さんも、うん、あのタカさんも、はい、タカさんは僕だってガキの頃そうか超スーパースターだから、で、ね、今でもそうですけど。そうですよね、まあ憧れの人でしたよね。その番組に行くみたいな、あんなにいじられると思ってましたね。いや思ってないですねそうですよね大抵やっぱ流れあるじゃないですか、そのグループだったらそのメインのボーカルの人に、うん、はいはい、その曲どんな感じなのみたいな。でそれ飽きてくるとやっぱこう目線が変わるんですよ、こうやって飽きてくるとかね、はいはい、あの背景のあそこの窓になんかいるなみたいな感じで、あ、はいはい、ほんでですね面白かったですよね。ソロで最初出て、うん、そうですそうです、すごかったですよね、あの当時のそのいやいやいやハロプロ一連というか、うん、そうですね、モーニング娘。あって、はい、あややがあって、はい、まあ、私がその次っていう感じだったんですけど、すごい社会現象だったもんな。そうですね、当時のこととか覚えてます、うん、覚えてます。よく同年期の人とかに聞くと、うんうんうん、忙しすぎてもう逆に忘れちゃってるみたいな人が結構多いんですよ。ところどころ覚えてるって感じですよね、はい、もう本当に人数が多いので、うんうんうん、なんか本当に寝られないぐらい忙しい時期っていうのも中にはあって で、ね、でその中舞台とかもやってて、はい、で27時間テレビと舞台が同時にやってる時があったんですよ、はい、江戸っ子忠臣蔵っていう、うん、あの明治座で舞台をやってる時に、はい、本当楽屋に布団がこう敷き詰められてて、はい、こうなんかちょっとメイクが大体人数が多いので2便に分かれてるんですよ。それね思ってたんですよ。本当ですか。同業で、うん、メイクさんも何人かいらっしゃるけど、はい、これ全員
やるのものすごい時間かかるよなと思って。そうなんです。大体15人ぐらいいるとメイクさんはその半分で、うん、半分ぐらい、はい、1便2便みたいな分かれてて、その間にもうその忙しい時とかはもう布団入って寝ろみたいな、でも私たちも寝ますみたいな、はいみたいな、布団入って寝てみたいな感じでした。で起きて、はい2便メイク行ってみたいな、すごい感じでしたね。それで、はい、いっくん TV のこのゲストが来られた時に、はい、こうほら僕あんま喋んじゃないじゃないですかだよねっつってずっと30秒ぐらいいちゃうんで、サイコロをねいつも用意してるんです、うん、はい、これこんな、あ、はい、サイコロの目が、はい、振りますか。じゃあちょっといきますよ、ミキチさんの1個目。最近何してる、最近何してる、最近何してる、それこそ、まあ、子供さんにいたりするので、はい、まあ、すごいですよね、子育てと、うん、まあ、だからあの見ていただいた旦那さんと YouTube 撮ったり、あのね翔さんも僕本当に長いことお会いしてないんで、はい、ぜひよろしくお願いします。今回私伊藤さんとコラボをさせていただくっていうことを、はい、まあ、あの動画きっかけにするんだよ、はい、今度って言った俺見に行こうかなって言ってましたよ。本当ですか、会いたい。本当になんかしかもタイムゴーズバイをこう家で弾いた時にそのネットで出てるコードで弾いてるから合ってるかも分かんないし、その大サビのところもなんか弾けなかったんですよ。だから私が一人で あれ僕も弾けないですか。いやだ、弾けますよ。で俺あれ見てほら二人でなんかテーブルで対面して弾き語りして、それを動画にできるとかすげえいいなと思ったんですよ。その幸せそうなシチュエーションに、そうだから夜な夜なたまに開催されます、ああいう時間が。へえ。あとはもう本当にプライベートで言うと、はい、ずっとネットフリックス見てますけど。何系が好きです？韓国ドラマ見てます。ああ、女性の方はハマるよね。ハマります、終わりがないです。であともうあの大河ドラマなのぐらい、はい、その何話っていうのが長いので、はい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 、長く楽しめる。一気に見たい派ですか、それともこう、いやでも時間が、あ、今週ちょっと忙しいからちょっと貯めといてみたいな。そうなんですよ、だから時間がなかなか取れないので、もう本当お風呂に浸かりながらこう見る感じですね、はい、あ、でも字幕も出るじゃないですか、韓国語わかんないんで、ね、字幕出るからもうドライヤーとか乾かしながらもうずっと見てるって感じですね。逆に伊藤さんは何されてるんですか、はい、普段。普段ですか、うん、普段はぼーっとしますね。ちょっと待って、イメージ通り。朝何時ぐらいに大体起きるの？子供ができる前はやっぱほらバンドマンってその夜型なんですよ。確か朝まで起きて昼過ぎにみたいなね。ホストと一緒なんですよ。そっかそっか。だったんですけど、うんうん、30年ぐらいそういう生活してて、はい、やっぱ子供より最初に先に起きてないとダメだよなっつんで、うん、で朝方にしてるんですよね。次行きますか。次行ってみましょうよ。はい、じゃあじゃじゃん、あ、リーダーどうだった。あ、そうだ、ソロの後にグループ加入した、はい、まずその時の気持ちってどんな感じですか。その時は、モーニング娘。のオーディションを4期受けて、落ちて、ソロ活動して、6期に入ってるんですよ。なんで、落としたのに、でソロで頑張ってたのに、どういうことじゃいって思ってました。あ、本心はもうだって気持ちはソロで、そうです、一人でこれから戦っていくみたいな、そうなんです、気持ちをやってたんですよね、はい、で紅白も出させていただいて、はいはいはい、その帰りに事務所に連れて行かれ、モーニング娘。に入りますって言われるんですよ。謎じゃないですか、そういうキョトーンですよね。だからえみたいな、あ、そんななんか指令のされ方されたんですか。そうです、でもその時には、ハロモニかな、はい、ハロープロジェクトのなんか番組があったので、もう行ったらカメラがいて、つんくさんがいてみたいな、あ、はいっていう、うんともすんとも言えない状況で、すごいグループですよね、はい、びっくりです私も。でもやっぱりどうですか、そのグループだとその味方が増えるみたいな、うん、
一番最初の入ったばっかりの時は、うん、味方というよりもやっぱりこうライバルっていう感じでしたね。常にライバルと一緒にいるみたいな。はい、なんかこう歌割りもみんな同じつんくさんの仮歌をもらって、はい、で聴いて、でみんな多分全部レコーディングするんですよ。あー、なるほどね。はい、でも多分本当に歌割りない子は、はい、あのレコーディング何だったんだろうみたいな感じですね。あれやっぱ歌割るのも大変っすよね。大変だと思います。そのコントロールこう、はい、うまくやるっていうのもなかなか大変だなと思って、うん、そうですね。だから本当ガヤみたいな、ね、あ、イエイイエイみたいなのしか言ってない子も いる感じですね。まあグループだとね。そう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 、うん、でもみんなもちろん歌いたいので、はい、っていう感じですね。だからみんな本当ずっとライバルみたいな、仲はいいけどっていう感じですね。よし、はい、よっ、はい、あ、デビュー、デビュー当時の思い出、これはもう本当にソロでっていうことですよね。そう、僕ね、ラジオ局とかやっぱプロモーションで番組にとかよく行くじゃないですか、はいはい、その時に藤本さんの、うん、なんだろう、レザーっぽいね、はい、衣装を着たソロのポスター見て、あ、ソロで出るんだと思って、すっげー子なんだろうなと思ってやだ、ちょっと黒レザーの衣装だったんだろう、エナメルっぽいやつ。もうなんか撮影しすぎて何のですよねデビュー決まって、はい、こうすぐ東京に呼ばれたんですか。私は逆にその4期オーディションは落ちたんですよ、うん、モーニング娘。のでそこから半年ぐらい後に、うん、まあ、ソロで考えてるので東京に来ませんかって言われて。すごい話じゃないですか。そうなんです、びっくりして、うん、で東京来て1年ぐらい OL みたいなのやるんですよ、会社の事務所の。その所属事務所で、うん、はい、働くみたいな。そうです、あのレッスンしながら、まあ、でも毎日レッスンするわけではないので、はい、うん、暇じゃないですか。高校2年生の年だったので。あ、なるほどね。その何も分かんないだろうから社会勉強でって言って、はい、私会長室の秘書のお手伝いをしてました。会長室秘書。そうなんですよ。やばい。そうなんです。だから、はい、アップフロントグループですって言って電話出て、初めてだから事務所の名前とか、はい、カタカナでよくわかんないじゃないですか。もう、わかんない時ありますね。でもすごいもうわーって言って切っちゃう人とか、はい、聞いて全然わかんない、誰だったんだろうみたいな時とかありましたねそれが、まあ、大体1年ぐらいやって。あ、結構そうですね。だからちょっといつデビューできるんだろう逆にっていう感じもありました。じゃあ初めてそのデビュー曲が決まって、はい、レコーディングしてこう写真とかたくさん撮って、うん、ポスターとか作って、はい、その時とか覚えてます、うん、気持ち。いや覚えてます。だって当時ってなんかすごい駅とかポスターをめちゃめちゃ貼る時代だったんですよ、はい、めちゃくちゃ貼ってありましたよね。もうほとんど全ての駅にぐらいな勢いで貼ってあって、はい、それもすごい嬉しかったし、すごいお金かけた時代だったんで。いやでもすごくないっす、そのグループ落ちてるけどソロでデビューしてくれみたいな、はいはい、でもモーニング娘。がいて、松浦綾也がいて、綾さんいました。私だったのですごいプレッシャーもありましたね。あ、なんかこうその後を追いかけていかなきゃいけないっていう無言の圧力みたいな。外せないよね、はい、みたいな。ですごいお金かけてる感もすごいあったので、すごいなんかプレッシャーはありましたね。伊藤さんどうでした、 ELT のデビューは。ELT のデビューの時、はい、ほらやっぱそのデビュー僕とか特に、はい、もうデビューが決まってる時に、うん、水戸黄門って見たことあります。あります、まあ、黄門様が持田さんだとしたら、うん、もうスケさんいるんですよ、はい、拡散だけ決まってないみたいな状態。どういう状況で、もともとバンド組んでたみたいな。もあのソロシンガーだったんですけど、はい、もうちょっとアダルトな人にもアピールできる歌を将来歌えるために、うん、じゃあグループにしましょうみたいな話になって、
で当時はねその作曲とか作詞やってた元メンバーの五十嵐君、はい、で2人組で出る予定だったんですけど、そうなんだ、男女2人組ってなんかバランス的にすごい難しいじゃないですか、はい、当時はそうかもしれないです。だから持田さんと五十嵐さんはもともと知り合いっていうかな、うん、多分ね持田さんが ABEX に、はい、セールスに来たと思うんですよ、売り込み、はいはいはい、うん、じゃあ別にもともと一緒にやってたとかっていうことではなく、はい、なくそこもじゃあ初めましてで一緒にやりましょう、はい、それでデモテープを作るようになってて、はい、でそのデモテープ作るときに、うん、その1曲5000円ぐらいで弾いてたのが僕だったんですよ、でこいつを呼んでこいみたいな話になって、すごい、そうなんですよね、やっぱり10代の頃とかは音楽でプロになるぜとか思ってたんですけど、はい、うん、20代後半だから割ともう弾いてたんですよそうなんだ、だから僕はデビューした時嬉しいは嬉しいんですけど、はい、CD1 枚で終わるかもしれないから、あ、そっか、まだやってないんですもん、ね、いい後悔しないように、はあ、いい思い出として出せるように頑張ろうみたいな気持ちだったんですね。なんか頑張り方のスタートがなんか違いますねちょっとね、その10代の頃バンドやってた時、よしこれからもうのしてやるぜみたいな、確かに、そういうなんかねガツガツした感じはないってことです、そうそう、そういうオーラがなかった。じゃあ振ります、はい、ちょっと今歌番組の思い出、はい、やっぱこのね、うん、同世代に活躍してたという、はい、歌番組我々すごい2000年前後、うん、すっごい今と比べてありましたよね、たくさん多かったです、うん、歌番、へいへいへい、歌番さん、M ステ、紅白、はい、カウントダウン TV、うん、はい、すっごい忙しい時で、うん、テレビ局をいくつはしごしました？覚えてます？そんな覚えてないですけど、でもなんかファンだと生田スタジオだったのですごい遠くて、はい、でも次は都内のそれこそ歌番とかになると、はい、本当衣装のまま移動したりとか、ああそのまま、はい、衣装のまま電車乗ったこともあります、私。え、バスとかタクシーとかじゃなくて、基本あ、はい、移動車だったんですけど、もう車じゃ間に合わないからって言って、わかる、ここからここ電車乗りましょうみたいな、うん、これでみたいな、わかるわかるありましたね、周りで同じ車両のお客さん得だよね、はあ、そうですよね、で一応スタッフさんが囲んではくれるんですけど、異様な衣装を着てるじゃないですか異様なことはないですけど、普通の服を着て歌ってなかったので、もうファッファのやつ着てたんで、はあ、これで行きますみたいな、すっごいメンタルが強くなっていくわけだよね。そうですね、でもなんかやっぱりその中でも、まあ、歌番とかヘイヘイヘイとかは喋、はい、うん、りがメインみたいな歌番組だったじゃないですか。ソロだから最初一人で出るわけじゃないですか、はい、めっちゃ緊張しますよね。めちゃめちゃ緊張します。カラッカラですもん、口なんかもう何喋ったらいいんだろうみたいな。あれでもなんかアドバイスしてくれる方とかいるんですか？ いないんですよ。でも自分で全部スタンバるんですか？そうです。知らなかった。なんか一応打ち合わせはするじゃないですか、番組のスタッフさんと。あ、その番組の方とはね、はい、こんな話かなとかっていう、なんかこうやってきますけど、それ以上はなくって。事務所っていうかメーカーから指令はないんですか？それはないんですけど、前もってはないんですけど、モーニング娘。とかは特に人数も多くて、喋れる子と喋れない子がいたりとかするので、その歌でのダメ出しはないけど、トークのダメ出しみたいなのとかはありましたよ、当時。そうか、はい、チーフマネージャーがあそこはなんでああやって言わなかったんだみたいな言われてる子もいました。めちゃくちゃ歌のテリトリーじゃないですよね。 そうなんですよ。だからトークの方がありましたね、うん、歌はね、もうなんか決まった音とダンス、まあ言ってみればそうですけど、はい、そうか、タレント性もそこで、例えばそうです、ね、モームスさんとして出た場合はそこで
こううまく出していかないと。そうですね、だからもうキャラクターをやっぱり一人一人作ってくれるような番組でもあったので、やっぱもう作ってもらったもん勝ちみたいなところもあるじゃないですか、キャラクターを。あー、はい、はい、イメージというか、はい、なんでそこをみんな頑張るっていう。すっげー、みんながこう見てないところでね、はい、違う、思いがけない努力をしてたんですね。そうですね、特になんか TBS って12時かなんかで電気消えちゃいますよね。その時に遭遇したことあります、はい、歌番で。あ、電気消えたのは何回も。あります。だから、はい、ハロプロのメンバーはもう消えちゃうの分かってるから、みんな懐中電灯を持っていくっていう。なんか歌番やっぱ押しちゃうから。押しますね。だから収録が最後の方だと、はい、もう本当に消えちゃうから、はい、懐中電灯後半持ってってなんか照らしながらやってるメンバーとかいます。めっちゃ怖い絵面じゃないですか。そうそうそう、全員こうでもうこれで撮れますよねみたいな感じで。あの紅白とか初めて出た時とか覚えてらっしゃいます？いや覚えてます。私その年、赤組スタートで、はい、トップバッターだったので、本当に出演者の方がブワーって並んで、はい、それでは今年のトップバッター、はい、藤本美貴って言われて、本当出演者の方がこうブワーってはけていくときに私が真ん中に立ってるっていう感じだったので、すっごい緊張しました。何これって思いました。いいよね、はい、僕とかは一応シンガーが女性なんで常に赤組なんですよ。あ、そうだ、ええ、だからあの立ち位置的には皆さんが超着飾った状態のところに、こう一人だけこう男がいるわけですよ。そうですよね、で一応段になってひな壇みたいになってるんだけど、後ろの方とかこうって見えなくなっちゃうから、こう背をねこう一生懸命縮めて、わあなんか違う苦労がなんか。確かにあそこの空気感も凄まじいですよね。凄まじいですね、なんか出演されてる方たちもね、はい、大御所がいっぱいなので、大御所の方いっぱいいらっしゃいますし、はい、異様な空気感でした、はい、じゃあちょっと、はい、ちょっとせっかく来ていただいたんで、はい、なんか一曲ちらっとね、はい、やれたらいいなと思うんですけど。嬉しい。何の曲やろうかなと思ったんですけど、うん、タタタ会えない会えない長い日曜日、デビュー曲です。どうすか、ちょっと緊張する、ちょっとさらっとやってみましょうよ、はい、ちょっとお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
いやーこれデビュー曲なんですね。デビュー曲です、すごいタイトルですね。会えない長い日曜日。あハロプロっぽい切ないキュンとした気持ちになりますね。藤本さんの、はい、ハローミキティチャンネルさんの方でも、はい、ちらっとね、はい、歌いやらせていただいてます。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひご覧ください。ぜひ、ね、遊びに行ってください。はい、はい、ミキティさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。すごいあのハローミキティチャンネルさんの、はい、あの動画がきっかけでこうやってね、はい、そうですね、本当にお話できて僕もその藤本美貴さんのパーソナルがすっごい分かったので、うん、嬉しい、すっごい良かったです。良かったです。はい、来ていただけてこちらこそです、ありがとうございました。またちょっとね、そうですね、20周年のライブも楽しみにしております、はい、ぜひぜひ本当にありがとうございます、はい、出演していただいて。これをね、はい、あの機に何かまたありましたら、そうですね、これに懲りずに、もちろんでございますはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします